もう会話に困らない。こんにちは。金持ち本100冊を読んでわかった50の黄金ルールを書いたアッキーです。それでは今回は世界最高の雑談力、人生最強の武器を手に入れる伝説の家庭教師がこっそりと教える一生会話に困らない超簡単な50のルールについて解説していきます。コロナ禍で人と話す機会が減った人は非常に多いです。喋ることが減り、大きな声も出しにくい状況が続き、日本人の話す力はさらに衰えています。それに伴い対人力、対話力が低下し、孤独感を覚える人も増えています。こういったコミュニケーションの危機を打破する鍵となるのが雑談力の強化です。話をすることは脳内ホルモンを分泌させ、脳や体の活性化につながります。雑談は個人の健康や幸福感を高めるだけでなく、職場にいい空気を呼び込んだり、思いがけないイノベーションを生む源泉になったりします。なかなか会えない時代に頭を抱えている企業は多いです。そもそも日本人は世界の中でも特におしゃべりや知らない人との会話が苦手な国民です。しかし雑談の効果は無限大です。健康や職場にいい効果をもたらすだけでなく、人の苦しみや悩みを和らげたり、人とのつながりが増えることにより人生に安心感をもたらします。今回は人生を変える雑談の秘訣を9個解説します。気になるものがあればぜひ試してみてください。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、相手に話をさせる。コミュニケーションにおいて大事なのは、何を言うかよりも相手をどんな気分にさせるかです。あなたが何を言ったかは誰も覚えていないです。しかし、あなたが相手をどんな気分にさせたかは一生相手の記憶に残ります。あなたもこの人はちょっと嫌な人だったとか、本当にこの人はいい人だったという経験があると思います。相手によってどんな気持ちになったかはずっと覚えているものです。つまり聞き手の記憶が話し手の評価に直結します。雑談力が長けている人は相手にいい記憶を残すよう努力を惜しまないです。そのために雑談のエリートが心がけていることは実は話さないことです。話すことではなく相手の話を上手に引き出すことです。つまり相手を主人公にして話させることに意識を集中しましょう。その人といるといい気分になれる、勇気や元気が出る、特別な気分になれる。このように話し相手をいい気分にさせることを何よりも優先させています。そうすることであなたに好意を抱きます。2個目、もし最もとつく質問を使う。アメリカの有名なトークショー番組で司会者がゲストにもしがつく質問をして会話を盛り上げているのをよく見ます。もし魔法の杖があったらどうしたい？もしあなたが世界の王様ならどんなことをしたい？もし1億円あったらどんな風に使いたい？このように使ってみてください。これはゲストの意外な本性を引き出す狙いがありますが、友達や恋人に聞いてみたり、飲み会でこのような質問をしても場が盛り上がります。そしてもう一つ試していただきたいのが最もとつく質問です。これまで食べた中で一番美味しかったものは何？人生で最も思い出に残っている体験は何か？このように相手の一番を尋ねてみてください。もしと最もがつく質問は相手の深層心理に迫り、距離を縮めやすくなる便利な質問のため、ぜひ使ってみてください。3個目、相手に関係がある話をする。人は結局自分が興味のある話にしか耳を貸さないです。逆に言うと、家族や健康、お金、友人、仕事、趣味など相手に関係する話題を話しましょう。一方、地球温暖化や難民問題、アメリカの人種差別問題などへの関心は持ちにくいです。しかしコロナウイルスやワクチンの話となると途端に興味を持ち始めます。具体的に相手に関係のあるネタはどんなものなのかを説明していきます。雑談に困ったら次の5つのカテゴリーから選んでみるのがおすすめです。1つ目はお金です。相手にとって損になる、得になることは興味をそそります。
これ絶対に儲かる、これで年間10万円無駄にしている、こういったネタは人が聞きたがるものです。2つ目は身近なことです。近所に美味しいケーキ屋さんがオープンした、同じ部署に優秀な人が入ってきたなどのように、人は自分の身の回りのことに関心を持ちます。3つ目は役に立つことです。これを使うと家事が楽になる、簡単に料理が作れるなど、人は便利になる、役に立つことを聞いてみたい生き物です。4つ目はインパクトがあることです。相手にとって個人的にインパクトがあることであれば耳を傾けてくれます。コロナの影響でよく行っていた居酒屋が閉店になった、人事異動で上司があの人になるといったことです。5つ目は悩みです。気になっている悩みに関する話題は聞きたくなるものです。たった5分で小顔になれるエクササイズがある、気になっているお腹周りの贅肉をあっという間に落とす方法がある、こういったものです。4個目は相手が関心のある話をする、相手が関心を持っているネタであれば喜んで聞いてくれます。相手が関心のあるネタも5つのカテゴリーに分けられます。1つ目は何か新しいことです。〇〇社の新製品が大ヒットして売り切れになった、新型コロナウイルスの感染者がゼロになったなどの新しい情報や変化は誰にでも関心があることです。2つ目は秘密です。実は隠していたことがある、実は嘘をついていたなどの秘密にしていたことは相手の関心をかきたてます。3つ目は注目されていることです。今人気が出ているお笑い芸人、アメリカで大活躍の日本人メジャーリーガーなどの話題は興味を持つ人が多いです。4つ目は流行りです。今トレンドなのはこのスイーツ、大ベストセラーのこの本は読んだ方がいいなどの最近の流行に人は敏感です。5つ目は苦労や失敗です。人は誰かの困難をどう乗り越えたかに興味を持ちます。極貧ホームレスが世界的な俳優になった、開店1日目にまさかのトラブル、このようなネタには耳を立てます。これらはすべて一度見始めると止まらない YouTube や TikTok にも当てはまります。新しいことや有名な人、流行っているものなどは脳内で快楽ホルモンと呼ばれるドーパミンを大量に発生させます。そのため人はその魅力になかなか抗えないです。ぜひ覚えておいてください。5個目、実はとここだけの話ですがというワードを使う。人は噂話が大好きです。人は1日に平均52分噂話をしていると言われたり、噂話を聞くと脳の動きが活性化するとも言われています。また人類学的に噂話は貴重な情報を幅広く伝えるという役割を果たしてきました。噂話によってどのような行いが社会通念的に受け入れられるのか、受け入れられないのかを学ぶことができるという研究結果もあります。人間の社会活動には噂話の存在は欠かせないものとなっています。人の噂話が大好きな人間が思わず聞き耳を立ててしまう最強ワードが次の2つです。ここだけの話ですがと実はです。この2つのワードは聞いている人がこの人は自分だけにとっておきの噂話をしてくれていると思わせてくれます。ネガティブな噂話は控えめがおすすめですが、適度なゴシップにはついつい引き込まれてしまいます。6個目、耳慣れない言葉を多用する。今まで聞いたことがない言葉を聞くと聞く人の脳は思いっきり刺激されます。例えばソフトバンクグループ会長兼社長の孫正義さんは、頭がちぎれるくらい考えろ、登りたい山を決める、これで人生の半分が決まる、こう言いました。このように今まで聞いたことのない言葉を使ってパッと聞いただけで情景が浮かぶ例えを多用することです。一生懸命考えろなどの使い古された表現では全く印象に残らないです。当たり前の言葉ではなくて手垢のついていない耳慣れない言葉、つまり誰も免疫のない言葉に転換できないか考えてみてください。その時のコツは、例えたいと思う事象の形状や特徴に当てはまる言葉を連想ゲームのように思い浮かべ、かけ離れたジャンルの言葉を使うことです。辞書に載っているような氷のように冷たい、血のように赤いという例えではなるほどとは思ってもらえないです。洗いざらしの雑巾のようなゴワゴワした手触りといった比喩には、実際にそのものを触った時の身体的な感覚を聞き手の脳に呼び起こす研究もあります。例えば音のない白黒の画像に
音や色をつけて脳を瞬時に刺激する最強の言葉の武器と言えます。ただし例えの使い方を間違えないように気をつけてください。7個目、決して相手を否定しない。あなたの周りに何かを話すたびに相槌代わりにでもという人っていないですか？特に相手を否定するつもりはないのに何に対してもでもで切り返すのが癖になっている人は要注意です。まずは相手の話を肯定して受け止めて話を重ねていくのが上手な会話のコツです。違う意見がある時でもでもと否定するよりもまずはそういう意見もあると相手の考えを受け止めてください。また一旦相手の意見を受け止めながらもその後にでもと否定に入ることも注意してください。この場合はそうだよね、それとというように肯定を重ねていくやり方の方が相手も気持ちよく話を続けることができます。否定をしないことを心がけてみてください。8個目、教えてください、アドバイスをくださいというワードを使う。誰とでもいつでもどこでも必ず話ができるようになる魔法のフレーズが教えてくださいとアドバイスをくださいです。どんなにとっつきにくそうな偉そうな怖い人でもこの一言だけで話が弾みます。そもそも人は助けてくれた人だけではなく助けてあげた人に好意を持ちます。これはベン・フランクリン効果と呼ばれています。人は自分の中で矛盾する認知や不快感を抱えた時それを解消するために自分の態度や行動を変えます。助けてあげた対象がそれほど仲良くない相手だったとしてもなぜわざわざ助けてあげなければならないのかと不快感を覚えてしまいます。そのストレスを取り除くために自分は助けてあげるほどの好意を持っていると思い込んで不快な気持ちを解消しようとします。つまり助けを求めることは実は相手に好意を持ってもらう非常に有効な方法です。その際はアドバイスを求める方法が極めて効果的です。アドバイスいただけないでしょうか、教えてもらえないでしょうか。こうやって話しかけられたら多くの人は頼りにされていることを嬉しく感じて力になってあげたいという気持ちを覚えます。人は誰でも誰かの役に立ちたいという欲求を持っているからです。何でもかんでも教えてでは困りますが、もし悩みがあったり問題があったりすれば勇気を出して助けを求めることをためらう必要はないです。教えてください、アドバイスをくださいという言葉は相手の承認欲求を満たす強烈な褒め言葉です。9個目、相手の褒めどころを4つの1で見つける。海外の人に比べると日本人は褒めることが下手です。日本では褒めるイコール嘘っぽいわざとらしいとためらう人が多いからです。しかし褒められると誰にとっても嬉しいものです。人のどこを褒めたらいいのかわからない人は4つの1から人の強みを見つける練習をしてみてください。4つの1とは次の通りです。1つ目はナンバーワンです。その人が誰よりも優れているところです。ママの料理は世界一、その起点は日本一、このように褒めることができます。2つ目はオンリーワンです。その人にしかできないことやその人しか持っていないことです。君なしではこのプロジェクトは成功しなかった、あの場面を切り抜けられたのはあなただからだ、このように褒めることができます。3つ目はベネフィットワンです。その人がもたらすメリットを見つけて褒めてください。あなたがいるから人生が豊かになった、会社の業績に貢献してくれている、このように褒められると誰でも嬉しいものです。4つ目はチェンジ1です。これは天気や大きく変化したポイントを指します。話し方を鍛えてすっかりリーダーみたいになりましたね、最近は当事者意識を持って行動するようになりましたねなど以前よりもポジティブになったところを褒めてください。これは自分にも使える方法です。自己アピールの材料探しにもぜひ使ってみてください。解説は以上です。コミュニケーションも人生も自分というちっぽけな器から抜け出して誰かのために何かのためにという視点に立つと楽になります。コミュニケーションには自信も才能もいらないです。コミュニケーションを変えることで自信は生まれてきます。コミュニケーション能力はいつでも誰でもいつからでも必ず身につけることができます。今回紹介した9個のアクションプランを試してみてください。今回の解説が良かった、ためになったという人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。